こんにちは、アクメです。自己紹介、春夏秋冬、みんなが一番好きなのは、せーの、春で、おなじみのドラムの春です。よろしくお願いします。伝わるかな。はい、ギターの翔です。ボーカルの千佐です。はい、ということで、はい、はい、我々、アクメというバンドをやってます。8月に、うん、始動をして、はい、そして、5月の5日に、オーウエストで、1周年記念のワンマンをやるんですけど、まだまだ出来たてほやほやのフレッシュなバンドです。はい、CD は何枚か出てるんですけど、配信もちょこちょこやってるので、多分海外の皆さんもどうにか、まあでも YouTube で、うん、YouTube で、はい、聞いてくれたら嬉しいです。ね、いつかね、僕らは前のバンドで、アジアは行ったことがあるんですけど、アメリカとかヨーロッパ行ったことないので、ぜひライブ来てほしいってすごい言ってくれたら、僕らどこでも飛んで行きたいなって思ってるんで。ハルさん、どっか行ったことある？ニューヨーク。でも遊びに行ったんだよね。ニューヨーク遊びに行った。死ぬかと思った。なんで？タクシー乗って、日本英語よくわからないんだけれど、一つだけ聞き取れたのは、ジャパニーズストゥーピッドボーイだけ聞き取れた。やばいやつ。それで、あ、もう死ぬなと思った。というわけでね、はい、海外でもライブしたいなと思ってるんで、ぜひ、応援してくれたらすごい嬉しいです。応援よろしくお願いします。以上、アクメでした。